なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか。そうなのか。どうなんだろう、自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか。お、なんかいいな、そういうの。そうなの、私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて信ぜる。あ、いや、そういうのいいです。でも、そうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。くぅ。だが、お前の手の方は大丈夫なのか。以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ、前よりもっと熱くなってるんじゃないの。確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな、胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。割といいこと言ったと思うんだけどな。あの光ってやつ、ユハリム、やっちまうか。光ってるやつ、これやっちまうか。一筋縄ではいかないようだ。えい、あ、やば、なんか使おうとしてるな。えい、いや、ちょっと待って。こう飛ばれるとやめちゃう。ちょっと待って。塩、頼めるか。任せて、任せて。任せてって言うと溜まってないんだもん。くそ。やらせない。全然あれだな、使えんな技が。やばい、ちょいちょいちょい。よし、もうちょい。よし、終わっちゃった。ここのところ運がいいな。よし、これでとりあえずこっちも行ってみるか。本当に CP がない。はい、よし、はい、はい、これで、これで終わりだ。よし、はい、そちょちょちょ、危ない危ない。 OK、これまでの戦いが実を結んだな。どうしよっか、使うか。はい、めっちゃ使うな。やだね。ミキューダ没後って書かれるのなんかやだな。いや、そうなんだけどさ。シルクローブ、ローブか。じゃあ、あ、結構上がるね。よしよし、待って、オレンジグミ何個か使っとくか。オレンジグミこんだけあるんだったらそんなにあれだよね、気使う必要もないんだよね。まあ、HP をもうちょっと気使って戦えようって自分でも思うんだけど。まだいいのかこいつら、倒したろう。さっき言われなくても。よいしょ、よしよし、よっしゃ。はい、倒れろ。硬そうなやつは任せとけ。絡めとる。
どうも飛び回られてはない。やれるぞ。この弾丸で。はい、どかせ。オッケー。我らに聖なるか。相手の術を使うか。よし。レアリーさん。やばい。氷の槍を。止めて。はい。あー当たんない。当たる、当たった。はい、終わり。ギリギリだな、本当に。これでよし、みんなの力になれるかな。ねえ、続いて、ここさっきも通らなかった。通ってないよ。そんなはずは。うえ、でっけ。困るな。よいしょ。私に任せて。止める。ちょいちょいちょい。危ない。ほらを飛ぶよ。私なら終わり。わかった。こいつを一回もあれだな。ちょっと止めてからじゃないと。どうにか止めたいんだけど。よいしょ。はい。あ、やばい。お願いと思ったのに、もう一回、こいつと。はい。よし。やった。よし、こいつで止めて、ね、よしよし。ほら、やった。よいしょ。はい。やった。死んだ。アイテム使った方が早いな。ごめんね、レイゼント使ってもらったのに。おう、落ち、結構しぶといな。危ない危ない。よし、出ないか。動きをこれで止める。オッケー。はい、回復してくれ、回復してくれ。危ない危ない。一気に終わらせるわ。行きなさい。アドレビート、オブリア。そういうの俺もやりたいんだけどさ、って気がしてあんのぞ。精霊力を。操作方法前見たはずなんだよな。その通りにやってるはずなんだけどな。よし、こういう感じなのかな。ボスラッシュ的な。ボスラッシュでもない。あ、これか。これで羽根橋下ろせるんじゃない？よっしゃ、早速こいつは。不便だよな、こんな距離になって。ちゃんと降りてるといいけど。あ、見てみよう。こっから飛び降りすぐに戻れる。お前みたいな健康なやつはな、違うんだよ。飛び降りればっていうの、その発想がすごいよな。ほら、うわーって言ってんじゃん、もう。よし、先へ進んでいこう。なんか、モクモクってしなかった？モクモクはしてないのか。はい。やばい。あ、くそ、当たんない。
動くな。よいしょ。よいしょ。よし。よし、オッケー。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。なんかぐるぐる音したけど。あ、普通にいる。聞いた方が身のため。おら。よし。お前の人だ。よし。やばいな、死にそうだな。死んだな。蘇生してくれようと言ってるか忘れないとこだ。よし、やれるぜ。インテリータム。オッケー。ちょっと無理かも。本当にみんな基本あえ？また跳ね橋かよ。あそこ行くには。どっかから降りんのかな。どっか扉あったっけ。こっちから行くわけでもないし、あれどっか寄り道できそうなのがあったっけ。もうぐるぐる言ってんなーっつって言ってたけど、跳ね橋は降りたけどさ、一番上あそこ履いてるもんな。こう行って、ん？あ、そう、こっち行かないといけないのか。そういうことか。つまんのが。結構大変なのこれ。よし、ここなんかある？あ、ある。突破するぞ。トルラーに止まれやれ。もらえた。私に任せて。俺の進化じゃ。よいしょ。ダメか。よいしょ。オッケー。ここまで消耗するとしっかり手当てしないと危険ね。ジェットブラック、これで戦力。ジェットブラック、これローちゃんかな。どんな感じの服なのか見たいよね。オレンジ組、オレンジ組、エロンマリオ使っとくか。よし、増強だな。オッケー、通りますよっと。邪魔よ。やれるぜ。おら、いてつく氷の槍よ。よいしょ。これで、あれ、ひるまないか。よいしょ。はい。よし。はい。よし。やれるぞ。はい。
よし、終わり。ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。もうなんか、あの光ってるやつ、光ってるやつ、光ってるやつ見てる。どれが光ってるのか全然わかんないんだよ。よいしょ、おい、ほら、守りも固いな。突破口を出して、よし、頼む。はい、マジでここで決めてやる。マジで、はい、これで終わりだ。これで全部終わった。よしよし、もっと力が必要。さて、ここはあれが一個アイテムあるぐらいか。よいしょ、迷った。よし、こうも飛び回られるわな。分かってる、私が落とす。よし、落ちた。違う、そっちじゃない。ああ、まあいいか。はい、なら私が妨害を頼む。俺の真骨頂、闇に埋めるなさい。よっと、やるぞ、魔人剣。やばいやばい。よいしょ、オッケー。ひとまずの決着はついた。やっぱ本当に楽しいよね、斎藤。いいゲームだよ。これまっすぐ行ったら、あ、これ取ったら絶対出てくる。ほら、知ってる知ってる、分かってる分かってる。その上で取ってるところあるから。よいしょ、ほら、やった。よし、あー、クソ食らった。ナイフボトル、オッケー。ちょ、これ、こいつ止めろ。はい、よし、オッケー。よし、はい、これで終わりだ。はい、まだいた。完全に終わりの気分だったのに。みんな大丈夫か。よし、ね、先進もう。でもすごいよな、こんなやつ操れんだもんな。あのね、おら、気を引き詰めろ。よし、今のうちに仕留める。バジンジャー、炎バラバラにしてやる。まとめろ。サンダーブレイド、あ、くそ。バジンジャー、もうやった。ああ、死んだ。ナイフボトル。でも、殺した瞬間にこれってさ、何かしらの薬品を飲んで復活してくる敵ってさ、向こうからさ、めちゃくちゃ怖いよね。やばい、危ない。はい、あ、くそ、ギリギリ届いた。ヘッド倒しきれい。よし、はい、よいしょ。よし、はい、終わり。ほんとさ、肉弾戦、肉弾戦って言うとあれだけど、近接戦闘ってめっちゃかっこいいよね。容赦しないわよ。
よいしょ。やばい。よし。OK。こう飛ばれるとやりきらない。仕事を頼めるか。よし、任せて。よいしょ。よいしょ。倒したぞ。オッケー。アンチャンスやす。まだ一体よし。警戒は怠る。これでもうあれなんじゃない？めっちゃ待ってる。一旦ここで区切ろうか。なんか強そうだし。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。